背番号21、吉村康史郎。そして背番号13、補正押し浦。放送席、そしてスワローズファンの皆さん、お待たせいたしました。ヒーローインタビューです。今日のヒーローは投打のヒーローにお越しいただきました。まずはおよそ4ヶ月ぶりのプロ3勝目を挙げました先発吉村康史郎投手です。ナイスピッチングでした。吉村投手、復帰後初勝利、およそ4ヶ月ぶりのプロ3勝目です。今のお気持ち聞かせてください。そうですね、一回離脱したんですけど、しっかりと投げれたので、嬉しい気持ちいっぱいです、はい。その復帰後初勝利がかかった今日のマウンドでした。どんな思いでマウンドに上がっていたんでしょうか。まあそうですね、前回登板不甲斐ないピッチングをしてしまったので、一人一人しっかりと抑える気持ちで一回一回積み重ねて投げていこうというふうに思ってました。その一回一回を積み重ねて6回93球1失点という内容でした。今日のピッチング内容、ご自身ではどのように振り返りましょうか。そうですね、本当に丁寧に投げれてましたし、野手の皆さんが初回に点数を取っていただいたんで、強い気持ちを持って投げることができました。まさにその初回にいきなり3点の援護がありました。本当に頼れるメンバーでしたですね。そうですね、ありがとうございます。そして吉村投手にとってはこの神宮では久しぶりのこのお立ち台、この景色、そしてファンの声援はどのように感じていますか。そうですね、すごい皆さんの声援が自分らのパワーになるんで、これからもよろしくお願いします。この終盤に向けてまだまだ吉村投手の力が必要です。ファンに改めてメッセージをお願いします。しっかりと一勝一勝積み重ねられるようにこれからも頑張っていきますので、応援よろしくお願いします。ありがとうございます。まずは当のヒーロー吉村康史郎投手でした。おめでとうございます。それでは入れ替えて、さあ続いて打のヒーロー、今日先制ツーランのオスナ選手です。ナイスバッティングでした。ナイスバッティング、ありがとうございます。今日の第1打席、塩見選手がフォアボールを選んで出塁、そして迎えた初球でした。どんな意識で打席に向かっていたんでしょうか。I'm just trying to be aggressive to swing a good pitch. He missed the quarter right down the middle, so I was aggressive. I had a good contact and I hit the home. 初球から、積極的にスイングかけようと思って、おそらくカットボールだったんですけど、が甘く入って、うまくコンタクトしていい角度で上がってくれました。まさにその狙い通りの初球を打ちました。打球の行方、どのように見ていましたか。I was watching. I was thinking it's gonna be far, but it's getting far. 見ててもうちょっと中段ぐらいまで飛ぶかと思ったんですけど、ギリギリでした。そのオスナ選手のホームランもあって、村上選手のホームランも続きました。まさにチームに火をつけるようなホームランだったと思いますが、いかがでしょうか。いい感じ。そのホームラン、そして吉村投手の好投もあり、これでチームとしては7カードぶりに勝ち越し決まりました。その点、チームにとってもいい材料になるんじゃないでしょうか。That feels good, you know, like, we've been playing hard, we don't have that luck, but we are playing hard, we're still fighting, so that's good to be winning again. そうですね、全力でプレーしてなかなか報われてないんですけど、このカード勝って、皆さん嬉しいですし、これからも、全試合勝ちに行こうと思います。では最後に、ここ神宮での試合も今シーズン残りわずかとなってきました。ファンに向けてチームを代表してメッセージをお願いします。Thank you for the support. Well, like I said before, like, we keep battering, like, we can play hard, so thank you very much. ありがとうございます。いつもご声援ありがとうございます。これからも全力で戦っていきます。よろしくお願いします。ありがとうございました。今日のヒーロー吉村康史郎投手、そしてオスナ選手でした。ナイスバッティング、そしてピッチングでした。
気をつけて。